ちょっと分かってない。あ、これと、あ、でもちょっと分かってない。そう、ちょっとだけだ。藤本よしきです。どうも。こんにちは。今回の造形の紹介ということで、ちょっとまあ説明していただきますと、僕のオリジナルシリーズのガーデンシリーズといいますか、まあ、まだ3つしかないんですけども、それの新作ということで、この庭の世界の中でちょっとうまくいかないことが続いている主人公がちょっとふてくされてるんですけど、まあ隣のこのカエルのような化け物がまあまあ落ち着いてと、焦らないでという感じのちょっと作品を目指して作りました。まあフェチといいますか、何でしょうね、空間構成的な部分で言うと、人物のこの背中とあと上をこう囲むような構成になってるんですけど、こういうのが結構好きで、安心感があると、まあ、自分もね、壁にこうもたれてこうになんかあったりしたら結構気持ちが落ち着くんで、そういう、まあ、安心感みたいなものですかね。あと、まあ、見てる人にいろいろ解釈してもらえればいいかなと思ってて、まあ、雨宿りしてるシーンであったりとか、で長靴履いてるけどとか、まあそういう余地も残しつつ作ってます。以上です。はい、こんにちは、大畑マストです。造形の紹介ってことなんですけど、新作はこんな感じです。女の子のスカートの中からちょっと狼が出てきてるみたいな、中世のファンタジーみたいな世界観でちょっと作ってみました。いつもなんか造形するときはイメージを決めてこうエスキースを描いて作り出すってことはなかなかできなくてですね、作り始めてからだんだん方向がいろいろブレるみたいなことはもう毎回なんですけど、最初はケルベロスを作ってて、頭は3つの犬になんかこう女の子が座ってるみたいな感じだったんですけど、まあ、どんどんなんか作っていくうちに面白くなくてですね、なんかこういう感じにまとまりました。で犬の頭はまあ3匹ちょっとそれぞれ作ったんで、まあ、活用しようかなみたいな感じです。はい、フェチっていうのは造形的なことですよね。やっぱりその、まあ、マーベラスデザイナーっていうあの布のシミュレーションソフトを使ってるんですけど、こういう布とかの感じも、まあ、ほとんどシミュレーションソフトを使ってるんですが、まあ、叩き台として使ってて、結構そのシワを作るのが好きですね。今回もこの子のスカートのシワをずっと作ってるのがかなり楽しかったので、そういう布とかシワ、あとまあこういう動物の毛とかも楽しかったですね。そういう有機的なものをコツコツ作っていくのが好きです。あと髪の毛の流れとかを無心で作るのとかも好きですかね。あとまあそういうところを他の方の造形とかそういう何て言うんでしょうか、質感の部分を見るのも好きです。はい、以上です。